ッドいっぱいの私のお庭でみんなとガーデンパーティー。かわいい。アメーバビルで検索。これの当たりはレフトへ高々と上がって藤川から見事に今ホームランを放ちました。ウェルズが今ゆっくりとダイヤモンドを一周しています。藤川のそのボールを今瞬く間にスタンドまで運んでいました。ついに待望の1点が入りましたシアトルマリナーズです。いや赤星さん、はい、この藤川のボール、ね、9回はもちろんこの藤川の働き場所だと思うんですけども、はい、叩きましたね。そうですね、まあ、どちらかというと日本では、ね、初球からあんまり打ってこないっていうのもあると思うんですよね、はい、だからどちらかというと今ちょっと入り方がストライクを取りに行ってしまったかなっていう感じはあるんですけど、でもそれをきっちりね、うん、一発で仕留めるところはやっぱりすごいですよ ね、 そうですね。さあそして途中からキャッチャーに入っているジェイソです。今シーズンも不動の守護神であることは変わりませんが、この藤川の仕上がり具合注目しましょう。この当たりはショートダイビングキャッチ、抑えました。途中から入っているクロス、まあ、ある程度水野さん力で相手のバットを抑えましたね。そうですね、まあ、藤川も、まあ、絶対欠かせられない守護神ですからね、はい、これだけ、まあ、ジャイアンツとか阪神とか注目が集まるところで失敗すると報道が2倍にも3倍にも膨れ上がる球団でやり続ける藤川はやっぱすごいなと思いますね。そうですね、はい、この試合の結果は0時55分からのゴーイングスポーツ&ニュースでお伝えします。 CS 放送日テレジータスでは引き続きこの試合の模様をお送りします。今日は金本のツーランホームランもありました。ここまでご覧いただきました阪神対シアトルマリナーズのプレシーズンゲーム、得点は序盤は阪神タイガースが一気に3点を重ねました。中盤にも2得点、しかし9回にホームランを放ってこの藤川を攻め立てているシアトルマリナーズ。イチローの一打、そして川崎の躍動、明日はナイトゲームで岩隈の先発が予定されています。現在5対1、阪神タイガースがシアトルマリナーズを4点リードで終盤です。さあ藤川が3ボールノーストライク、ここはちょっと曲がる変化球ですね。そうですね、今のボール何かな、スプリット系ですかね、フォーク。あーそうですね、フォークをストライク取るフォークですね。あーなるほど。バットは回っています。サウンダースは今複走、しかしスイングアウトを取られました。ツーアウトを取ったマウンド上の藤川です。でも非常にこう藤川が、やっぱスプリット、フォークのこう、スキルが高まってきましたよね、まあ今日まあ、4、5年前までもストレート一本やりっていう感じでしたけど、はい、本当にうまくこう使うようになってきましたね。
川村さん、はい、ここまでの藤川球児オープン戦でね、今水野さんからもありましたけど、いろいろな球種を試す姿が多く見られますね。はい、はい、そしてあの今のスライダー、スライダーですとかあのチェンジアップですとかね、時々放るんですけれども、あの今年から投手のキャプテンに就任しまして、若手に対して背中だけでなくて言葉あるいは身振り手振りでアドバイスをする姿が多く見られます。はい、これはね6年間遠ざかっている優勝を若い選手に早いうちに味わわせたいんだという思いからなんですね。なるほど。でもやっぱ人気球団のクローザーっていうのは打たれた時目立ちますからね。それを何年もずっとやるっていうのは、はい、赤星さん、ジャイアンツで3年以上やってるクローザーいないでしょ。いないですね。だからそう考えるとやっぱ藤川というピッチャーすごいということですね。あと岩瀬、はい、そうですよね。ただやっぱり藤川が打たれた時っていうのはもう仕方ないっていう雰囲気になってますよね。もうそれぐらいもう絶対的に信頼されてるんで、チームだけでファンの皆さんもそうですよね。そうです、選手だけじゃなくてファンの皆さんもそうなんですよね。まあそういう意味ではメジャーリーグのやはり人気球団のクローザーというのもアメリカ国内でもクローザーという仕事ですね、はい、この仕事は世界で一番危険な仕事って言われるぐらいにやはりタフって言われているのがクローザーですね。まあ、例えばまあ象徴的になると、例えばラストゲームでどちらが勝った方が優勝っていうところで最後の最後で打たれて負けるとそのピッチャーのせいで負けるわけですからね。そうですね。しかしここは藤川が締めました。最後のバッターを内野ゴロに仕留めまして、阪神タイガース対シアトルマリナーズのプレシーズンゲーム5対1で阪神タイガース勝利。ただイチローが最初のバッターボックスでレフト前のヒット、川崎も途中出場でレフトオーバーのツーベースヒット、そして明日はナイトゲームで読売ジャイアンツとのプレシーズンゲーム岩隈の先発が予定されています。ご覧のように今日の阪神対マリナーズの一戦は5対1で阪神が勝ちました。そして今日夜7時からは巨人対アスレチックス戦を、また明日夜7時からは巨人対マリナーズ戦を放送します。さらに3月30日金曜日、読売テレビでは午後5時50分から阪神対横浜 DeNA、 巨人対ヤクルトの2限中継を放送します。どうぞお楽しみに。日米ダブル開幕、巨人とメジャーが激突。